お金に困らなくなる考え方が詰まっている本でした。学識サロンのマーです。今回は加谷啓一さんの著書、150人のお金持ちから聞いた一生困らないお金の習慣、これを紹介していきたいと思います。いやー、お金持ちなりたいですよね。私も実はこの本のためにインタビューされた150人のうちの一人なんですが、いやー、お金持ちの生活はいいですよ。はい、嘘です。すいません、全くインタビューの命もされていません。もうね、お金持ちに憧れるただのパンピーです。この本はお金持ち150人から聞いた行動パターンや考え方、その共通点が超わかりやすくまとめられていて、最近読んだお金に関する本の中ではトップクラスに勉強になる本でした。中でも、お金持ちってそんな考え方すんの?っていう超意外な部分があって、今回はそこの面白い部分を紹介していきたいと思います。やっぱですね、お金持ちって人数が少ないんです。これなんで少ないかというと、みんなが普通考えないようなことを考えていて、それを知って実践しているからお金持ちになってるんですよね。全部いきなりやる必要なんてありません。この動画の中の一つだけでも明日からやってみてください。そしたらあなたも海馬くんぐらいのお金持ちになれるはず。それでは最後までお楽しみください。一つ目、そもそもお金持ちってという話です。あなたはお金持ちってどんなイメージがありますか？ベンツやフェラーリを乗り回す人、タワマンに住んでる人、高級時計を持っている人。実はそうではなくて、次の3つを別で考えなければいけないんです。それは毎年の収入が多い人、資産をたくさん持ってる人、社会的地位が高い人、この3つなんです。例えばフェラーリを乗り回している人は年収は高いかもしれませんが、ローンを組んでいて多額の借金がある人かもしれませんし、代々土地を持っている人は資産としては多く持っていても普通のサラリーマンで年収は平均かもしれません。また社会的地位という意味では、ユニクロの創業者の柳井正さんとマクドナルドの元会長原田栄子さんを比べると分かりやすいんです。柳井さんはユニクロのオーナーであり、株式の2割強を保有していて、資産総額は4兆円、つまりものすごい資産家であり、さらに上場企業の社長です。一方、原田さんは同じように上場企業の社長ですが、オーナーではありません。一般人から見たら膨大な額の給料をもらっていますが、柳井さんと比べるとお金持ちというわけではなくて、原田さんは高い給料で雇われているプロの経営者なんです。このように収入や資産が多いことと社会的地位は必ず一致するわけではないんです。ですから、まず大事なこと、それはお金持ちの人に対して、その人は年収が高いのか、資産を持っているのか、社会的地位は高いがお金を持っているのか、持っていないのか、この3つを別にしてみるようにしましょう。これがね、まずは大事です。2つ目、転落するお金持ちと転落しないお金持ちの違いという話です。あなたもよく聞くと思いますが、事業で当てて大成功、豪遊していた人が一気に転落するケースってよくありますよね。でも一方で、ずっとお金持ちのまま過ごせてる人がいるんです。これ何が違うかというと、それはフローかストックかの違いなんです。まずフローとは経済用語で、毎年出入りするお金のことで、物やサービスを売って利益を出しているなどがそうです。これは利益が出ている時はいいんですが、売れなくなればすぐに収入が減ってしまうので不安定な状態なんです。またサラリーマンで年収何千万ももらっていても、いざリストラされたら収入源がなくなる人、これもフローなので、そう言うと分かりやすいと思います。一方、ストックで稼いでいる人は安定していて資産の寿命が長いんです。例えば不動産を運用していたり、自身の会社を上場させて自分が持つ資産で稼いだり、その価値が上がっていく仕組みを持っているんですよね。また投資などでお金でお金を稼いでる人もストック性が高いです。もちろんこのストック型の人も世の中の景気には影響されますが、その衰退していくペースはフローの人より緩やかなんですよね。例えば芸能人などはほぼフローで、人気が出ている時はいいんですが、流行が終わると仕事もなくなって収入もなくなるので非常に不安定なんですよ。もちろん YouTuber もです。つまりお金持ちで重要なのはストック、これをいかに意識して資産として活用できるかなんですよ。ここはですね、テストに出るぐらい重要なので覚えておきましょう。3つ目、お金持ちの考え方という話です。ここではこの本に書かれているお金持ちの考え方を2つ紹介していきます。この2つ共感できる人はこれからお金持ちになれる予備軍かもしれません。1つ目、お金持ちは全て自分のせいにするんです。これは読んでいて思わず納得しすぎてヘドバンしちゃったんですが、お金持ちの人は失敗やできなかった理由を絶対自分のせいにするんです。
ぶっちゃけこれできるだけでも人生変わると私は思っています。ちょっとイメージしてほしいんですが、あなたの周りの成果が出せない人ってこんな人多くないですか？家族や子供がいるからそれはできないよ、この失敗は上司の命令なんだから自分のせいじゃない、あの人信用していたのに裏切るなんて最低だ、どうですかね。これ共通点として、何か悪いことが起こったら自分ではなく絶対誰かのせい、家族だったり上司だったり裏切った相手だったりするんです。例えば裏切りにあった話で言うと、人ってそもそも誰でも裏切る可能性って絶対あるんです。だからその危険性を理解して、あらかじめ危機管理をして対策を考えておくべきなのに、それを行った自分自身は棚に上げているんですよね。これつまりですね、お金持ちの人は他人の行動が引き起こした事態や自分自身の環境なども全て自分のせいと考えることができるんです。そしてここが一番大事なんですが、こうやって全てが自分のせいと考えられるとものすごい効果があるんです。というのも、全て自分の責任と考えると、今後自分の身に起きそうなリスクを100個も200個も見つけることになります。この結果、お金持ちになる人は危機管理を徹底するようになり、日々発生するトラブルでもお金を失うことはどんどん減っていくんです。裏切られない仕組みも、裏切られた経験から対策を練っておけば裏切られて損することはなくなります。これ一つ一つは小さいものでも、日々の積み重ねで長期間になると途方もないレベルの差になるんですよ。自分のせいだと考えていれば、失敗した原因も改善していくという習慣になりますし、成功の確率もどんどん増えていくんです。これどうですかね。おそらくこれ聞いて、いやそう言われてもどうしても他人のせいにしてしまう、じゃないと納得できないという人多いかと思います。でもですね、だからこそなんです。みんなができない考え方ができるからこそ、お金持ちって少数なのも事実なんですよね。あなたがどっちを選ぶかはあなたが自由に決めて OK です。お金持ちの考え方二つ目は、お金を払って自分の時間を買う習慣があるという話です。例えばですが、あなたはタクシーって使いますか？おそらくですが、電車やバスより高いですから、お金がもったいない。こう考えて乗らない人が多いかと思います。しかし、少数であるお金持ちはみんなタクシーを使っているんです。お金持ちは自分の時間がいかに貴重か知っているんですよね。タクシーなら待つ時間もなく、タクシー内でメールや電話など仕事を進めることができます。これお金持ちの考えを簡単に説明すると、自分の時給を明確に意識して考えて行動しているんですよね。仮にバスとタクシーの差額が3000円で、タクシーならバスより30分早く着くと仮定します。その場合、早く着くのでまず30分の時間が生まれ、かつその30分間はタクシーの中で仕事を進められますから、その人の1時間分を3000円で生み出すことになりますよね。もしそのお金持ちの時給が時給5000円だったら、なんと単純に2000円浮く。時給1万円の人だったら7000円も浮く計算になるんです。こういったことの積み重ねによって、時間を生み出して自分の生産性がどうやったら一番高まるのか、これを常に考えてお金持ちになる人は行動してるんですよ。この話どうですかね。ちょっと話は変わりますが、これと似たような経験が私もあって、私この前4歳の娘にコマを買ってあげたんですよ。それをアマゾンで500円で買ったんです。それでそのことを保育園の先生に伝えたら、もったいない、どこどこで買えば300円で売ってますよ、こうやって言われたんですよね。なんかこの話面白いなって思って、というのもこの差額は200円じゃないですか。じゃあその先生が言うところまで私が実際に買いに行くとしますね。その場所まで行って選んで買って帰ってくるのに、これ1時間かかるとします。その場合、私その買い物で時給200円分の仕事をしちゃっているんですよ。だったら200円高く Amazon ですぐ買って、その浮いた1時間で自分しかできない仕事をした方が絶対生産性は高いんですよね。たとえアルバイトで時給1000円の人だとしても、これ Amazon で買った方が将来的にはいいんです。このちっちゃい差額、これのチリツモがお金持ちになるかどうかを分けているんだと感じています。これはですね、私もいつも意識していますが、サラリーマン生活10年目ぐらいでやっとたどり着いたっていう印象もあって、逆に一生気づかないで生きている人もたくさんいると思います。これはね、お金持ちになるためにはめっちゃ大事な考え方なので、ぜひ一度真剣に考えてみてください。さらっとまとめです。1、そもそもお金持ちって。2、転落するお金持ちと転落しないお金持ちの違い。3、お金持ちの考え方という話でした。どうですかね。本当にどれか一つだけでもいいので、明日からやってみてください。この動画がきっかけで数年後お金持ちになった方がいたら、ぜひね、私におごってください。絶対お金持ちに自分はなるという方は、説明欄にリンクもありますので、ぜひポチってみてください。
当然ね、お金ってあった方がいいと思うんですが、最近ですね、私思うことがあって、丸々万円とか1億円貯めるみたいな考え方あるじゃないですか。例えばまあ1億円貯めてファイヤーやみたいな、これですね、志が高くていいなって思ったんですが、同時に違和感があって、こうやって目標を決めちゃうと、お金を使うとき毎回自分にとってストレスになる気がしたんですよ。例えば500円のランチがあって、なんかプラス100円でトッピングしたいなみたいな時あるじゃないですか。そんな時トッピングをしたら目標の1億円から100円分遠ざかるみたいな、なんか今を楽しめないなって思っちゃったんです。だから私最近いくら貯めるとかよりも毎月いくら以上の利益を出すっていう目標にしたんですよ。そうすると仕事も頑張るし、トッピングの温玉の時も罪悪感を感じずにトッピングして今を楽しめるんです。まあね、これ結構ズボラなお金に対しての考え方かもしれないですけど、私個人の場合はこっちの考え方の方が合ってるし、毎日頑張りつつ人生も楽しめるなって思ったんで、最近はそういう考えにしています。お蕎麦に温玉トッピングして幸せを感じる人生、いいですよね。学識サロンでは YouTuber さんのためのオンラインサロンをやっています。YouTube は本当に難しくて、最初は動画の作り方もわからないし、やっと作れても誰にも見られない、こんなことが当たり前です。この学識サロンも同じようにそうでした。あの時は本当辛かったです。ですのでこのコミュニティには、私が2年以上かけて学んだ YouTube で成果を出すためのノウハウや知識を全部詰め込んでいて、登録者1000人達成した人もどんどん増えています。サロンメンバーさんの悩み相談にも全力で私がお答えしています。本気でね、 YouTube 頑張りたいという方、ぜひね、一緒に頑張ってみませんか。お待ちしています。さよなら、さよなら、さよなら。